ブライトンのスポーツエクターだった人 ?GM かな肩書き。その人がニューカッスルのスポーツエクターになってるんですよね。で、今のニューカッスル作ってるっていう。その、その、ブライトンのディレクターが抜けた後もブライトンちゃんと回ってるのすごいな、みたいな。で、ちゃんと、その、ブライトンのディレクター連れてきてるニューカッスルもすごいな、みたいな。大金投じて自分で好き勝手補強して、 ロッカーに選手入りきらないってなってるところとは違うなって思っちゃうだからあれ昔見た記事かなんかでね、チェルシーとかニューカッスルとか、もう本当ね、上気を逸した金の使い方をするところが出てきたから、もうリバプールがプレミアでのマネーゲーム勝てないし、金を使わないと勝てないから、特にプレミアなんて。ってなると金の集め方がうまいというか、 金集めるフィジカルが違う感じするじゃん、入荷するとか、チェルジーは今。で、あとそれを使うってなった時に、そこと張り合えないから、クラブのモデル自体を変えなきゃいけない感じになってるよね、リバプールは。なんかどっかに一極集中で投入するかもしんないけど、リバプールのオーナーの気持ちで、うん、考えると、まあ、売り時っていうに考えますよね。4 0 0億1回の移籍市場てるとか、わケはお金ですもん、ね、普通にうん、そうそうそう。で、それをね、 向こうは400億使える、こっちは100億だってなったときに、じゃあこの中で補強しようってなって、いい選手をね、まあ、チェルシーはちょっとその辺やらかしく言ってるから、あれだけど、狙った選手をリークされて、で、チェルシーにリークしたらお金上がるから、代理人としてはそうするからね、自分のところに移籍の何パーセント入ってくるってなったらさ、移籍に釣り上げたいじゃんってなると、チェルシーさ、んの、リバプールとアーセナルから50億と60億で来てるんですけど、マジです。 うち80億出すよってなったら、もう40億と60億撤退じゃん。っていう話になってくるよね。俺が代理人だったら絶対やるもん。今年の入荷する躍進したのはオイルマネーなのに堅実発表したからでしょう。まあね、オイルマネーだからってね、堅実じゃない補強しかできないわけじゃないからね。堅実って難しいんだ。なんて言うんだろう。その、ただ取ってくればいいわけじゃなくて、ちゃんとチームの中で、どのポジションにどういう選手が必要で、どういうチームを作るかっていうのの指針とかあったんですか、ちゃんと。 そういうのをしっかりさ、言語化して基準作るっていうのが、ブライトンから来た人のやってることだから。オイルじゃんっていう人、自分でチーム作ってサウジの石油を持ってる人バックにつけれるのかと。<laughs> いや、でもほんといつもこのチャンネルで言うね。金稼ぐのと金使うの上手い人が、上手い組織が強くなるのが、クロスポースの構造なんで、もうしょうがないですよ。今更ね、その金持ってるところが入ってきた時に。入ってこれないようなルールにしなきゃいけない。だからドイツはそうしてるけどね。でもそうしてるドイツはね、ヨーロッパってとこでは勝ててないからね。 結局、サッカー好きになっちゃった以上、そういう世界をね、受け入れるしかない。買い手と売り手の双方のバックにサウジがいて、デキレースみたいな取引で FFP の抜け穴ついてるらしいです。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あれか、FFP ってヨーロッパだけだから、あ、確かに、あれウェーだけだもんね、FFP のルールってね。だから、サウジが取って、給料そっちでもってレンタルすればいけんだ。あー、確かにそうだよね。あ確かにいけるもんな、それな。 日本はね、ウェーファじゃないか、FFP ないから、楽天ね、大金投じて、三木谷さんのポケットマネーみたいな感じでイニエスタ行けるしね。ニューカッスルがサウジのチーム使って、そこでルベン・レベス獲得する。で、ニューカッスルが、ニューカッスルのその、売り上げの純利益的なところの何パーセントみたいなのでいけないから、てか赤字になっちゃいけないってことでしょあれ一応、大まかに言うと人件費で。で言うと、あの、ルベン・レベスの、 ね、遺跡金を直接入荷するが別に払ったら予算なくなっちゃったり取れなかったりするからサウジのあるナスルだけに買わせてそれを貸すってことでしょ節税スキームみたいな、うん、ルールを守った中で一番うまくいくとするからずるいって言われるんだよね悪いんじゃないんだよねオイルじゃんみたいなこのちょっとまあ俺のとこ来てくれてるからねそういうかお客さんだからあれだけど 把握した中でうまいことやってる人に対しては僕敬意を抱いてしまうんだよそのルールの中でねやってるルールを破ってるような話があるんだけどその,そのルールの使い方とか利用の仕方とかそこを見つけるためのホーム文みたいなとこあるからね